はい。おはようございます。こんにちは。沖縄おばばです。ほら、みけたんかわいいでしょねー。ね、おてってもほら、こんなんなってますよー。かわいいおててですょねー。クマタンいますよ、クマタンがね。はーい。はい、どうも。みけたんは本当に猫タンですね。 はい、えー。皆さんどうもこんにちは。沖縄おばばです。あららら、お口がかわいいこと、かわいいこと。はい。えー、これ、ヤフーニュースさんからなんですけどお、まあ大変なことが起きてます、日本国内。本当にね、大変なことが起きてるんですよ。はい。これをね、えー、未だに大丈夫だー大丈夫だーって言っている人たち、頭冷やしてください。本当にね。はい。えー、まあ、お父ちゃんですね。お父ちゃん。これが激増してます。 はい。特に建築業のお父ちゃんなんですけど、建築業のね、お父ちゃん。これ、帝国データバンク調べなんですけど、えー、1月からね、8月までのお父ちゃんの数ですね。はい。建設業だけですよ。はい。建設業だけの1月から8月のお父ちゃんの数、なんと1800 1082 10件になってます。1082件の建築関係の業者がお父ちゃんでございます。はい。はい、わかりますよね。1月から8月まで、はい、えー、1082件お父ちゃんしてます。 はい。で、去年1年の数字ですね。比較するのにね。1年間で去年もかなりお父ちゃんしちゃったらしいんですよ。はい。去年もかなりお父ちゃんしちゃって、1804件、1204件だったんですね。1204件。1年でですよ。はい。でですね、このまま同じようなペースでね、お父ちゃんが増え始め、まあ、 このまま増えていくと仮定すると予想、はい、今年1年の建築業のお父ちゃんの数ですね。これ1600件を超えるだろうと予想されております。1600件を超え、超えると。これ最高です。過去5年で最高の建築業のお父ちゃんでございます。 どう思いますかこれ、はいえー、今ね、えー、多分あの縦,売りと縦売りとかねまああると思うんですけどそういった、ね、縦売りを請け負ってる、ねえー、業者さん大丈夫でしょうかねはい、えー、注文住宅もそうなんですけど途中でお父ちゃんしてしまうそれで、えー、途中までしか建っていない ということを、まあ、引き継ぐね、えーまあ、いわゆるね、えー、建築業の業者さんが見つかればいいんですけど、はい、えー、どうなるんでしょうね、これね、えー、ちなみにね、同じことが C の国で起きておりまして、はい、建設途中で潰れちゃってるんですよ、建築業者が。 で、どうしてるかっていうと、その、できてない家に住んでます。多くの方が。できていない家に。はい。まあ、とんでもないことになってるんですよ。で、電気もなければね、え水道も出ないんでえ、水はね、なんかあの、 あの組に行ってるみたいですね。共同のその水場があってね、そこに組みに行ってるみたいです。はい。もうとんでもない生活してます。で、電気もないんで、えー、階段を上り下りしなきゃいけない。はい。まあ、こう、ちょっとね、高いところですよね、10階とかに住んでらっしゃる方は、まあ、マンションみたいなんで、大変な思いを毎日してらっしゃるみたいですよ。 えー、日本もね、このペースで行くと同じようなことがね、起きてくる可能性ありますよね。はい。えー、まあね、途中でこう建設を請け負っていた業者さんがね、はい、えー、お父ちゃんしてしまう。で、それ以上できなくなってしまう。これね、まあ住宅だけではないんですけどね。 建設一般なんで、他にもいろいろありますよね。まあ、駐車場の整備とかね。はい。駐車場の整備とかね。えー、何かをこう、他のね、何か別のものを作るとかね。あとまあ、リフォームとかもありますしね。はい。えー、まあ、そういうことでございますよね。えー、とんでもないことが起きています。日本で。 そのうち、真の国と本当に同じになるんじゃないかなって危惧しております。はい。死の国でね、えー、そういうこと起きてるんですよ、もう。えー、建設業者があ、ね、あの、途中でほっぽり、ほっぽってね、えー、家をね、完成させてくれないっていう事態が起きてます。なので、えー、まあね、投資目的じゃなくて、そこに住む予定でね、えー、買った人たちは、 もう途中だろうが何だろうが入って済んでます。でもすっごい不便です。水も出ないし、電気もありません。はい。ただ寝に帰ってるっていうだけですよね。それだと。でも水も出ないんで、水場にまでね、えー、毎日ね、えー、まあ、数十リットルでしょうね。組、え、み、ー、に行ってます。大変なことになってますよ、本当に。はい。 まだね、まあ、新の国なんか外食安いんで、あの国ね。まあ、屋台とかで食べれば、えー、そんなね、かかんないんで、まあ、日本円でね、今はわかりませんけど、まあ、300円ぐらいあれば食べれるんでね、いろんなものが結構ね、えー、まあ、贅沢言わなければですよ。はい。えー、まあ、不衛生なんですけどね、えー、屋台とかはね。でもまあ、そういう状況なんですよ。 お分かりになるで、なりますでしょうかね、これ。これが日本でも起きてくる可能性、このままだとあるということですよね。えー、過去最高です。はい、5年間で過去最高になってます。建設業のお父ちゃんでございます。もう本当にね、我々いろんなことをもう、いろいろね、覚悟してやっていかないといけないんですけど、 本当にね、何度も言いますけど、今不動産を買うのは本当にやめておいた方がいいですね。はい。えー、とんでもない目を見ると思います。今不動産買っちゃったら。えー、そういうことでございます。まあね、えー、しばらく待てば、あね、えー、需要が減るんで、需要が激減するんで、はい、えー、お察しくださいね。この辺は。なんで需要が激減するのかっていうのはね、 え、皆様ご想像にお任せします。はい、需要が激減するんでね。あと、まあ数年も待てばね。安くなるんでね。はいえ、まあその時まで待ちましょうということです。はい、それではあこちらの記事もね概要欄に貼っておきますえー、皆さん見に行ってください。よろしくお願いいたします。沖縄おばばでした。マニア可愛いですね。